試合にまずは入れるというところもあると思いますが、グリーンも決めた。そしてチェニケ、厳しい体勢でのシュートになってしまった長吉、福島がよく守りました。でチェニケに託してまたファールをもらう。エンドワン、ハリスにファールです。ハリスが運ぶ。ハリスうまくターンして、これは鮮やかなプレーだ。ハリス、ライン際での際どい攻防ですが、マーフィー、そして菅野、菅野からレイバックともり。ここは高い位置から福岡が行きます。いやこれは福島としてはもったいない失い方で、ハリスが決めます。さあグリーン、ここでミドルのシュートを決めていきました。グリーンです。さあグリーンからまた重富、重富がここでスリーを放つ、決まる。さあ今度は重富だ、重富レイアップ決めていった。重富のこのレイアップが、さあ大塚どうするかというところで自分で行って、そしてここで長吉、グリーンからハリスのスリーが決まった。大塚、今度は大塚が決める。そしてマーフィー、エチェニケ、エチェニケ打ち抜いた、しっかり、ま、グリーンが一度かわして、ギリギリのところ抑えた。ジマルマンだ、エンドワン。いやー拍手喝采、このプレー。村上にファールでエンドワン。グリーン、そして重富、じゃあ決まった、重富のスリー。ブザーの音も鳴りました。ただ残り時間が福島としてはあまりない。わあ、こういうミスは福岡避けたいところ。ハレルソンです。村上スリー落ちる。これで試合が終わります。85対78。